FC サトゥルン・ラメンスコエ、または FC サトゥルン・モスクワ・オブラストは、ロシア・ラメンスコエを、本拠地とする、サッカークラブ。各国の現役の代表選手も多数所属していたが、晩年は、ドミトリ・ロスコフ、トミートリー・キリチェンコラ元ロシア代表の選手が、第2の春を謳歌するケースも少なくなかった。2011年1月31日、財政難の影響で、 ロシアプレミアリーグからの撤退を発表した。8億ルーブル以上もの負債を抱えていたことが影響される。その後、リザーブチームが受け継ぐ形で、2011から12シーズンからロシアセカンドディビジョンに在籍している。この校では、サトゥルン・ラメンス校へとしているが、サトゥルン・モスクワ・オブラスト、サトゥルン・モスクワ・レジオン。 サトゥルンモスコフスカやオブラストと様々な名称がある。なしなし。ありがとうございます。